はい、今回はオーダーシティという無料ソフトを使って音声を電話っぽくする方法を解説したいと思います。前回ラジオっぽくする方法を解説して、その中で電話っぽくする方法についても触れたんですけども、ちょっと編集のミスで分かりづらくなってしまったので、再度動画にしてアップしています。それでは前置きはこれくらいにして早速解説していきます。今回電話っぽい音声にするのはこちらの音声です。もしもし、俺だよ、俺事故っちゃったから100万円ちょうだい。はい、という、オレオレ詐欺っぽい音声を電話っぽくしていきたいと思います。やっぱりオレオレ詐欺といえば電話ということで、この音声を電話っぽくしていきたいと思います。非常に簡単です。まずこの音声全体を電話っぽくしたいので、音声の全体を選択します。選択する際にこのように、選択してもいいですが、まあ、面倒っちいので、Windows の方はコントロールプラス A で全体選択できるので、音声全体を選択してください。そしたらエフェクトのメニューからイコライゼーションというのをクリックします。するとこのような画面が出てきますが、この曲線を選択というところを見てください。これが今テレフォンになっています。人によってはここはテレフォンではなくて、他の 100Hz ランブルとかこういうのになっている場合があると思うので、その場合はテレフォンを選択してください。はい。この曲線がですね、音声の周波数を制御するものになっています。電話というのは、まあ、高い周波数の音とか低すぎる周波数の音は聞こえないので、それを再現しているというものになります。1万Hz 以上の音は聞こえないよと。150Hz とか 140Hz かな、それぐらいの、低さよりも低い音は聞こえないというふうにするのがこのエフェクトです。で、このテレフォンを選びましたら、この OK を押します。そしたらこれで完了です。これでもう電話っぽくなっているので、早速再生してみましょう。もしもし、俺だよ、俺事故っちゃったから100万円ちょうだい。もしもし、俺だよ、俺事故っちゃったから100万円ちょうだい。はい、という感じです。いかにも電話っぽくなってきましたね。これでもう今回は完成です。めちゃくちゃ短い動画ですが、まあ本当に一瞬で音声を電話っぽくすることができるので、皆さんもぜひぜひ使ってみていただければと思います。それでは、よかったという方はチャンネル登録、高評価をお願いいたします。それではまた。